寺崎工業から1919 19年2月21日は、秋田県出身の日本画家。四季三水放浪の画家と言われた、寺崎工業は、慶応二年久保田古川堀藩の母の実家久保田藩、引高老邸で生まれた。寺崎家も藩の重臣であった。父の職業上の失敗もあって、横手氏に移って祖母に育てられた。幼児から絵を好み優れていたというが貧しく。 明治10年には太平学校変則中学科に入学するも1年、足らずで退学。10代半ば一人秋田に帰り、牛島でそう業をやったりしたという、秋田学学校にも入ったが学費が続かなかったた。がが費続かかなな結局好きな絵の道を選び、16歳で手形や地長の秋田藩御用絵師だった仮の葉の小室秀俊に入門、19歳で兄鉱山に、 有力の画家第一歩を記したが、数のに至った時、戸村軍長の配慮で同期書雇い初期になった。生活はようやく安定したが A の心は少しも弱まらなかった。工業には二人の異府帝、佐藤信夫と信用とがいたが、東京小石川で薬屋を営んでいた、信用の勧めで上京した。1888年春23歳のことである。寺崎の手による、 口へ状況をすると、平福稔庵、ついで、菅原白龍の門を叩いた。工業は4ヶ月で、また放浪の旅に出るが、保安のくれた3つの飲行を懐中にしていた。足を銅山におもむいて、兄鉱山で知り合った、森田平蔵と再会し、紹介されて、日光、大野や旅館に寄附し、美人が出名を上げた。1年半で帰京し保安の世話で、 東洋堂の絵画創始で挿絵の仕事をした。ここで初版名画を模写し、工業の総合的画法の基礎を築いたと言われる。1892年に結婚し、向島に今日構えた。火災にあって一時長屋暮らしをしたこともあったが、1893年から稲田五三という最初の文化生を迎え入れ、1898年には、 東京美術学校助教授に迎えられた。翌年、校長の岡倉天心排斥運動が起こり、天心派の工業は微行を去った。天心と橋本画法は日本美術院を起こし、橋本門下の横山大館、下村観山らと工業もこれに参加した。1900年には、秋田、大局、横手に地方院展を開催、故郷に錦を飾った。は、 翌1901年、美術学校教授に福祉天来三人と合し、また、天来画塾を設け、野田九穂、正宗徳三郎、中村学良、牧野正弘、伊藤隆果て、三浦博士王ら300人ほどの門下を育成している。1904年には、日露戦争の従軍画家となり、その経験を生かして、木版画による、戦争へ、美人画、花長画を多く描いており、 軍神立花大隊長と知り合ったが健康を害して3ヶ月で帰国した。1907年には第1回文展が開催されて日本画の審査員となり自ら大作、大仏海岸を出品した。1912年の文展には少々発見を出して同名の体幹の作品と並び評判作となった。1913年には美術学校の日本画主任となり、 1917年6月11日には、提出儀原因を命ぜられ、芸術家として、司会の最上段に立つようになった時、病気になる。工業は1919 19年2月、54歳を一気に、要去った。伊フ邸、佐藤信夫が、自備院公会として、脈を取るという印象的な場面であったという。村松松風の、本庁賀人伝によれば、喉んであった。 その葬儀に3000人も改装したほど、かつての放浪の画家と言われた工業も社会的地位が高くなっていたのである。菩提寺は総当州相泉寺。展覧会図録ウィキメディアコモンズには、寺崎工業に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。